曇り空ですけど、自転車で行きます。酒だ女だ。着きました。はい、それでは髪の毛整えて行きたいと思います。おっす。Right.
Thank you.
Ladies and gentlemen.終了ということで、昨日は940枚買って今日1300枚ちょっと負けてなさげない全然勝てない、無演出、何もかも起きない、パチスロにも見放された39歳、積んでる釣り、
朝からレギュラー選考の台って高設定以外じゃ同職ビッグの確率が全然追いついてこないですよね。もうこれはもう自分の今までの経験ですけど、ほんまにもうね、設定1やのにレギュラーフラグばっかり叩く台ってなんかね癖悪いわ。普段座らないところにね座ったんですけど、やっぱり自分を信じた方がええですよね。だってあそこの台で出てんの見たことないですもんね。え、今日はもうコッパみじんにやられました。まあ人によってはね、あと2000回ぐらい回せと、5万6万7万いけという人もいらっしゃるでしょうけど、もう自分はそういうのちょっともう無理っすわ。それやったらもう明日に託したいなと思うんで。だって設定1ですからね。設定6やったらね、まだしも。はい、というわけで、一人寂しく自転車で帰りたいと思います。皆さんの負けるパターンの時のあるあるをぜひコメント欄で教えてください。それと1ヶ月ディスクアップ生活もそろそろ終わりますので、次はこんなことやってほしいみたいなのがあれば、それも合わせてコメント欄の方にお願いいたします。それではいつもご覧いただいてありがとうございます。またお会いしましょう。帰ります。お疲れでした。よろしくお願いします。